ナベちゃん、ミッキーのナベラジアザフラン。いけたいけた今揃ったアザフランド揃ったあれそれまでにしてればちょっとね、あちょっとあの美咲くんと翼くんのツインシュートにはならなかったどんなだったちょっとずれたよなるほど、まあまあまあ、タイトルコールね頑張っていきますよ頑張っていきます第6回、はい、ナベラジアザブランドやってまいりました、はい、いやもうあれですね、ちょうど6月、うん、先週放送でもね、そうですね、言ってたけどね、これちょうど1年前に新シア、僕も卒業ですね、そうそうそう、同時にね、はい、すごい、他の仕事で手一杯だったのにね、ラストの日だけ出てきてくれて、いやもうあの時結構やばかったっすよまあまあ忙しかったですよ、いやね、うん、本当はもう一人出てほしかったんだけどね誰も出れなかったからいやもう一人おったじゃないですか、そのとあるやつが、とあるやつがいて、で出れるって言って出れないってなって、あ出れませんって言って、その当日か、その当日に夜中の12時ぐらいに来てお疲れ鍋さんって言って飲みに来るっていう、ああ飲みに来てたね、飲みに来てましたお前働けやつえがいにせよっていうのはありましたね、まさかのまさかのね、足早いんすよ帰りますって顔だけ出しに来て、まあありがたい話、そうですけどねすごい、新春の卒業式もね、はい、すごかったですね第5回で第5回、ナベラジで、まあ、一部しか、放送しなかったんですけど、うん、まあ、素材数はもう膨大膨大も膨大すぎてもうええんちゃうかなって途中で諦めたでしょ、いやそうなんですよ、もうあんなにやっぱ何でしょうね、なんか途中からなんかどうでもいいよそうね、ってなってきちゃった、でもまあそれでもすごいあの日は飲んでましたよね、飲んだ、むちゃくちゃでしたよ、テキーラもイエーガーも飲んだし、シャンパンもラッパで飲んで、ああもうそんなんもすごいね、だってね、あんなにシャンパン置くと思わなかったからさ、やめるからちょっと、まあ、それでも7、8本置いといたのね、はいはい、じゃあ取っといて取っといて、はい、一応まあ、出るかもしれない、お祝いで開けてくれるかもしれない、はい、まあ全部開かないかもなと思ったんだけど、一人のお客さんで、え、あと何本あんの、あ4本、あ全部開けてって言われて、もっと取っとけよかったってそれですよね、そう、それはびっくりしました、僕もちょうど10、そんなあれですよね、遅い時間じゃないなかったよね、結構早い、11時ぐらいの段階で最初ね3本ぐらい他の人で開、はいはい、けてくれてて、はい、でそのまあ、最後なんでしょって言って、はい、まあ、じゃあ僕からも入れるよって言ってくれて、はいはい、であと何本残ってるのって言ったら、まあ、あと4本ぐらいありますねって言ったら、ね、あじゃあそれ全部ちょうだいって言われて何このもうちょっと取っとけよかったなっていうこう後で罪悪感すごいやったですよ、読み間違えたいやちょうどそうなんですよ、そこその日って僕遅れてきたんですよちょっと、うんうん、ちょっと仕事入ったんで、ね、そうなんですよ、でちょっと遅れてきて、でまあまあそのお客さんから、うん、鍋ちゃんが、もういっぱいいっぱいだと、手が震えていると手が震えているから早く来た方がいいよっていう連絡が来てあ、わかりました、すいませんすぐ行きますって言って、もうバッと入ったらもうまあまあそんなによってなかったですよね、その時。ああそめちゃくちゃは、うん、なんか 手は震え出してたみたいですけど、で横にその時ってもう1週間以上前からずっと飲みが続いてるので、結構ね毎日ヘパリーで飲んでたから。そうそうそう、だから震えてきてるね。やばいやばい。もうすごいな。でちょうどこうその時横にアッキーナさん。がいて、で、あ、すみません、ありがとうございますと、わざわざ入っていて、手伝ってもらってたんで、うん、ありがとうございますって、本当だよって言って、
でもう出てそこから一切手伝わないマジかと思ってなんか手伝ってくれるのかなと思っちゃったんですよね。もう鍋さんその彼1時間後ぐらいにはもう結構使い物にならなくなってるじゃないですかもうあとただ飲んでただけだからそこからそこからなんか誰か手伝ってくれるのかなと思って勝手に入ってくるしうわーって入ってきて最後だから、ね、これもらうよって言って金置いてけよってもらうよじゃねえしもうみんな最後自由やったもん。いやもうすごかったですよもうすごかった、ね、何にもできなかったですもん。クラスは割るわクラスとかも1分に2個割れた瞬間にもう片付けに行かなかったですもん踏め踏めお前らもうええやん踏め踏め確かにね音まさかの。はい、呼び出しがありまして。はい、今あ、うん呼び出しあれ、なんですか。まさかの誰か来るんですか。来ないですね。はいただ携帯が当たったらいいでしょ。おふねそれはないそれはない。そうね、もう次行こうとするもう次行こうとするダメここをガッて捕まえますよ捕まえますからね。そんなまあなんか電話がね鳴りましたね。いやいやそれ僕もびっくりしましたよ今あれっつって俺かなと思ってそんなわけないなってまさかね電話がかかってくれたそれだけはもう絶対に切っといてくださいもうもう切っといてくださいそれ前、確か鍋ラジオも一回やって、そう普通に慣れましたからねブルルルルすいません、収録中にすいませんでした。そうですね何回やっても素人もう何回やってるトータル電源きれい言うてんのいやいや、そのどこまで話しましたっけ今までそう卒業式でね、卒業式のあお話ですねそのグラスも割れ、うん、なんやかんやでも本当でもお酒もほとんどなくなってたんでね。そうですね、売り切れて、うん、であの日って真部さん起きましたっけ。朝ね起きてないですよね多分。起きてないと思う。起きたらもう全部が終わってたみたいな感じですよね。起きたら全部終わってて、はい、ミッキーももう帰ってた。そうですよね。いやめちゃくちゃ長かったんですよ。帰んないんですよみんな起きるまで待ってるよ。いや俺帰るで起きるまで待ってるよって何それ僕付き合わない言えないみたいな。いやいやもうええってって確かに。なめちゃん起きるまで待ってる私みたいな。はっ連れて帰ってくれっつっていや嬉しいこと、嬉しいことなんだけど、もう、まあ、全然起きれなかった。絶対起きないですし大体はもうその次の日、うん、まあ、全く予定入れてなかったの、はい、入れれないだろうなと思って、はい、本当に動けなかった一日動けなかった、うん、すごかった。片付けあさってでいいやと思っていやでもしぶとかったですよやっぱり。すごかったね本当にね、いやでもそれでねその後こうまあアッキーナーと、うん、まあ何人かで卒業パーティーやるからっていうので、うん、でまあ第1回第2回とずっとね撮らせていただいてた、はい、ケンケンのお店で、はい、あね、待ち合わせっていうことで、うん、な9時ぐらい8時ぐらいに、まあ、集合してくださいみたいな感じだったんで僕その日ライブ行ってたんですよ、はい、ニッケルバックの大好きなカナダのロックバンドで、はい、フォーって言ってたんですよ、はい、その帰りそう帰りに、はい、行ったらまあ最初本当は5、6人ぐらいかなと思って、うん、まああとスタッフぐらいかなと思ってたら、はい、まあ来てくれてて30ちょっと来てましたよね。すごい来てくれてて、うん、みんな仕事ねあって忙しいだろうに。そうあったっす、みんな来てました。だからもう元スタッフ
新社で働いた元スタッフの方も来てて、元スタッフも来てで、まあ、もちろん僕も行ってて、でガールズバーみたいになってましたもんね。ね、あの昼のカフェで働いてくれてた女の子がみんなカウンターに立っててくれたから、そうそうそう、変なガールズバーガールズバーやんこれと思ってそうで、みんな洗い物とかね、お酒作ったりしてくれてたからね。まあ、なんか俺の送別会じゃなくてカウンターに入り浸る男性もいたからね。いますね。全然ダメちゃんの喋りかへんやん。お女の喋ったばっかりやないかお前って言う人もいましたよね。まあまあ、でもね、こう顔を出してくれて、まあまあそうですね、うん、っていうのもね、本当にいやもう愛されてたなと思って。いやびっくりしました、やっぱパーッとあげた時は。やっぱりいやびっくりしたね、めちゃめちゃびっくりした。あの瞬間ない泣くんちゃうかなって。ただそのめちゃめちゃびっくりしたのと、はい、反面ね、まだ飲むんだと思うちょっと覚悟したよね確かにそうなんですよ。あの日僕は行く気なかったんですよね多分あのTV ショーでも多分言ってると思いますけど、うん、行く気なかったのがもう新車ラストであんだけなことなってて、まあ、目撃してるじゃないですか。ビデオも撮ったし撮れ高はあるし、もういやいや必要ないんじゃないかないや初めがその6人死に聞いてたから、あじゃあ行きますって言って、まあ、ちょっと落ち着いた感じで、うん、たらウィーじゃないですか。そうウィーおめでとうパパパンみたいなほらいいんじゃないですか。すごい嬉しい反面、また来たと思ってで期間がね、はい、短かったんで新社卒業して1日お休みいただいて、はい、楽しみなライブに行ってライブの帰りにまた飲むみたいな感じだったんでね。そうでしたね。ちょっとびっくりした。そうですね。でもまあ皆からのプレゼントもあって、ありましたし、もう寄せ書きいただいて、そうですね、その言葉一個一個見てったら、もう本当7年間ちょっとやってきたのがなんかすごい、ああよかったんだなっていうか、こうみんなにね伝わってくれてたんだなっていうのと、はい、あとなんかそんなじゃないのに、はい、自分なんてっていうところは多少あって、はい、まあ、ただのバーテンダーじゃんっていうふうに思ってるところがあるんですね、やっぱ、はい、それでもこんだけの人たちが、はい、あの鍋ちゃんって言ってくれることがこんなに嬉しいことなんだなっていうのが、うーん、個人的にはすごいありがたいなって思ったし、まあサラリーマンになってからもこれはね、あの、まあ、周りの人たちの付き合いも含めて、はい、変えていかない方がいいことだなっていうところはね、やっぱ思ってっていうすごい感動的なね、まあ、あと両親からのサプライズの手紙があってね、ああありましたね、うん、それもなんかちょっと普段父親とも全然喋んないんで、うん、母とは喋るけど父親とは全然喋んないんで、こうね親父の気持ちがちょっと、うん、あそういう風に思ってたんだなっていうのが、あ、まあ、それはちょっと垣間見れてすごい締めくくりだったんじゃないかと思いますよ。まあね、でも先週でも話したけど、うん、不動産屋さんももう辞めて、はい、まあ、新しいスタートを切ったんで、はい、まだ何、ね、まだ何もしてないけど、うん、だから今回もあるんじゃないですか、もしかしたら転職するじゃないですか、前回話した転職、うん、その終わるときに今回みたいなことがあるんじゃないですか。いやダメちゃんお疲れ様みたいな1年間お疲れ様みたいなこの間その多分さ先週のね締めくくりぐらいかな、うん、言ったと思うんだけど、はい、あの西麻布でアルチューってグループトークされてる、はいはい、でアルチューでこの間、あそう先々週か、はい、あのね肉麻布で、はい、あの新年会やりました、はい、その時にまあ一応転職の話はもうその時から決まってたんで、はい、お話ししたら、はい、まあ、鍋ちゃん転職おめでとうっつって、鍋ちゃんが転職したらみんなにご馳走してねって言われます。えっていう何そのホールインワン賞みたいなおいいじゃないですか、転職したらみんなにおごんなきゃいけないっていえ実際あんな話あるのかな、実際どうなんですか、あの上がるのは上がる、あまあ上がるのは上がりますね。実際どれぐらい上がるんですか、いやそれはまあ
ちょっとここはもう声出さなくていいんで、うん、もうここだけでいいんで、ちょっと指でいい？指で大丈夫です。指で言うと、まあ、ね、年間ね。年間、はい。あ、ね、年収で言うと、あ、はい、年収で言う。年収で言うと、はい、まあ、いくら上がるか。はい。たら、あ、年収、どれぐらいになるか。あ、なるか。はい。一応、スタートは、はい、から始まる感じですね。ほー。で、今、実際、今実際、これぐらいですね。え？になるってこと。今は実際はこれぐらいです。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。っていうのが、これになる。うわ！からスタートですね。これはね、ぜひね、まあ、言わないですけど、鍋さんにおごってもらいたいっていう人は、ぜひ言ったら、OK だと思います。いやその値段だと、いや、いっぱいおるから、西田さん。むしろもっともらってるから、みんな。いや、でもすごいですね。いや、まあね、ありがたいお話だった。もう、素晴らしいですね、もう。頑張ります。まず、その、はい、会長さんにも、はい、仕事っぷりでは、によってはもうすぐあげるから、っていうふうには言っていただけるんで、はい、もうちょっと全力尽くして、はい、まあ、貢献できるように頑張りたいと思って。まあね、その流れで言ったらだけど、はい、あの西麻布で、ね、だったら何をおごってもらいたい？あら、いや、まあミッキーはさ、特に鍋ラジ一緒にやってるわけじゃん。僕はなんか、まあほらね、この辺で、はい、僕はってやっぱ西麻布といえば、西麻布といえば、まあ、あの飲み屋さんとかいろいろありますけど、バーが一番多いよね、はい、バー、あ、そうですね、バーも大体バーが一番多い。やっぱりもう間違いなく行くの、ミニシアタブで飲んでる人は間違いなく行く店、うん、考えました。ないない、ありました、あった、ラーメン屋さん。あ、絶対行くね。それは絶対行くわ。ラーメン屋さんはね、絶対に行く。どこで飲んでても大体そこに行くよね。大体ね、やっぱりラーメン屋で閉めるよね。まあ、飯食べて、でバーしか、結構バーが多いんで、そうバー行くじゃないですか。飲みに西麻布来るイメージだもんね、みんな。で、ある程度飲んで時間が多い、時間が経ってしまったら、お腹が空いてしまうんですよ。あら、どうしよう、この空腹の。寝れない。うん、寝れない。この空腹で。そう。でも、その、今からがっつり店入って食べたいわけじゃないから。そうですね。そうですね。ここはもう、さらっとなんかこう、あの麺でもす、あれラーメンずるずるこんなにあるんだっていうぐらい、この西麻布にラーメンが多い、ラーメン屋さんが多い。ラーメン屋さん結構多い、ね、めちゃくちゃ多いですよね。で、全てがうまいですよね。うまい。これだからもう、このラーメン屋さん別に西麻布に飲みに来なくてもラーメン屋さんだけでもいいんじゃないかっていう、うん、ラーメンを、ラーメンさんまとめてもらいました、鍋さんに。まとめました、はい、まとめましたって。あの、そんなないから言うほど。え、鍋さんの中で1位は何ですか？個人的には、個人的にでいいです。個人的には、はい、飲んだ後だったらもう絶対行くのがカレーラーメン週1。ここね、新四谷寺、僕も働いてた時に、うん、すげえお世話になりましたね。すごいよ。もうなんか普通さ、カレーラーメンとかって言ったらやっぱ日清のカップヌードルのカレーラーメン想像したりとか、はい、あとね、カレーうどん的な、はい、まあ、ザ・カレーに近いカレーラーメンなんじゃないかっていうような、うんうん、こうイメージを持ってる人すごい多い。だから、カレーラーメンって美味しいのみたいな、うん、っていうところがあると思うんですけど、そのカレーラーメンっていうのが、まあ、カレーもちろんね、17種18種類ぐらいのスパイスを一応独自でブレンドしたものを、はい、あの、まあ、混ぜて作ってるんですけど、そこにココナッツミルクが入るんですよ。なるほど。ココナッツの風味がまろやかになりますよね。まろやかになって、うん、ちゃんと出汁を取ったラーメンのスープ、あの、こうドロッとしてるカレーじゃなく、ちゃんとさらっとしたラーメンのスープで食べれる、こうカレーつけ麺週1っていうんですけど、うん、まあ、つけ麺よりつけ麺の方がいい。一応つけ麺で看板を立ってるんで。あ、そうなんですね。つけ麺食べて、その残ったつけ麺のところに小ライスを入れて、うん、最後ちょっとカレーおじやみたいな。なるほど、なるほど、なるほど。感じして食べられる方が多い。あ、つけ麺いいじゃないですか。で、つけ麺の、
まあ、場合とかはカレーラーメンの時でも麺をちょっと普通の店より少し少なめにしてる。ああ。それなんでかって言ったらライスと小ライスと一緒に食べてもらいたいから。なるほどなるほど。ちょっと麺の量が普通のところよりは少ないんですけど、はいはいはい、その僕はカレーラーメンの方が好きで、まあ、たまに、まあ、もちろんつけ麺食べるんですけど、そうですね、ラーメン好きで、トッピングにね、こうチーズとかほうれん草とか。あ、でもトッピングはあんましないですよね。僕トッピングしないですね。基本的にはチャーシュー大盛りですね。チャーシュー大盛りですね。大盛りで大体あの普通ラーメンよりちょっと大きい、よその普通のラーメンより麺が少し多いかなぐらいな気持ち、そんな感じで、うん、チャーシューがあそこがまたね、炙りチャーシューが美味しいんですよ。ドロッとして厚みのあるお肉で、すごいおすすめなんで、ぜひ行ってみてください。いいですね。で、あの、そのカレーラーメン、週そのカレーつけ麺週一なんですけどね、西麻布行きづらいっていう人、特に週一、うん、あの夜8時から朝6時まで、あ、朝5時までかな、しかやってないんですよ、はい、西麻布、はい、まあ、そんな夜中にラーメンっていう人絶対いると思うんですけど、恵比寿に2号店昼間やってるんで、恵比寿に2号店ございます。できましたね、もう2年ぐらい前かな、うん、2号店できてるんで、恵比寿のケンタッキーのところを入ったところですね、うん、左の半地下のところにカレーラーメンあるんで、ぜひ、まあ、そちらでも味見できるんで。誰屋さんや俺。僕あれなんですよ、五行この前連れてってもらったじゃないですか。ああね、焦がしラーメンの。そうそう、この前の上に連れてってもらったんですけど、その時に五行をラスト行って、そうですね、五行うまかった。うまいですよ、あの焦がし味噌。焦がし味噌だね。僕は味噌なんで、僕醤油食べたんですよ。ああ。僕あんまり好きじゃないんですよ、焦がし系で、うん、でもあそこのはなぜか食えて、で味噌ラーメンとかはあんま好きじゃなくて、うん、どっちかって言ったら僕塩派なんですよね。あっさりな、そうです、もうあのごめんなさい、もうあのインスタントになりますけど、うん、札幌一番塩ラーメンが最強説、最強説キングオブラーメン、キングオブラーメン、札幌一番塩ラーメンっていう、もうぐらい塩が好きなんで、正反対だよ、味噌なんてもうこってり中のこってり。そう、でも西麻布って塩ラーメンなくないですか。塩ラーメンはね、あの個人的に言うと、あの、まあ、前回肉麻布の三鷹くんに紹介してもらった麻布ラーメン、麻布ラーメンの角煮が美味しいって言ったんですけど、はいはいはい、あそこね、塩ってお出汁は塩出てくるから。あ、そうなんですか。あそこの塩、僕はあそこ塩ラーメンを最初はずっとあの普通の豚骨醤油で食べてたんですけど、はい、年のせいかだんだんきつくなってきて、はい、塩ラーメンの方が美味しいと感じて、 あそこの塩ラーメン食ったことないです。あそこを普通にあのラーメンの件買って、はい、あ、塩でお願いしますって言ったら塩ラーメンで出てくるんで。あ、メニューにはないんですか。メニューには一応書いてあるけど、なんかちっちゃい県では特にない。あ、なるほどなるほど。これはでも知らない人知らないですよね、塩ラーメンの。うん、知らない人は知らないけど多分知ってると思う。ではまあ塩ラーメンだったらそこだし、あと、ここ夜9時ぐらいに閉まっちゃうんですけど、魚湯っていうのが、魚湯、はい、ちょうどね、はい、正常期通りをずっと、はい、あの新宿方面に行くと Y 字路に差し掛かるんですね、はい、乃木坂方面に行くのと新宿方面に行くの、はいはいはい、いいですね、その Y 字路にあるローソンの、はい、まあ、その乃木坂方面に3軒隣ぐらいかな、はい、昔からある昼間定食屋さんでやってて担々麺が有名なお店なんですけど、はい、そこの塩ラーメンも、もうすごいさっぱりしてて美味しい。そこも塩ラーメンなんですね。いや、塩ラーメンもあります。ああ、ある。なんか昔ながらの定食屋さんみたいな感じですね。行ってみたい。あそこの魚湯の塩ラーメンも美味しいです。なるほど、はい、他はどんなあります。塩じゃないけど、やっぱ僕九州出身なんで、はい、まあ、どっちかって言ったらもう赤のれんとか。なるほど、豚骨、博多豚骨ラーメン、はい、赤のれんはもう細麺の、細麺の、はい、一番こうスープ絡む、そうですね、やつですね、替え玉って言いたくなる。はい、逆その赤のれんもね、もう博多でずっと創業されてて、はい、で東京に出てきて、はい、一応なんかのれん分けみたいな、はい、まあ、本社営業じゃないんですけど、だからまあ独特の、はい、まあ、西麻布独自の味付けで、まあ、赤のれん美味しいですし、赤のれんも行くな、赤のれんも美味しいですね。で、もう 3,4 年前かな、はい、横浜の家系ラーメンの鶴見屋っていうのが
できて。ああ鶴見や。はい。これは。まあ、横浜かな？神奈川の鶴見発祥 の、はいはい、あの家系ラーメン屋さんなんですけど、そこがちょうど元 A ライフの真向かいぐらいに西麻布3丁目の方にあるんですけど、はいはい、ここのよく行きます個人的に個人的には好き、個人的には好き、はい、うずらの卵は家系っていうのはちょっと、まあ、ちょっとこうしょっぱめな感じの感じのやつですね。そうですね、はい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 、なるほどなるほど。そこの、まあ、ちょっと中太麺な感じの家系ラーメンっぽい感じのラーメン屋さん、うん、結構じゃあ今パーって言った中で結構バラバラですよね、同じようなジャンルは。 あとね1個だけこう、はい、まだ言ってないけど、はい、屋台みたいな、はい、まあ、中国人の方がやってらっしゃる、はいはい、カオタンラーメンっていうのがある。カオタンラーメン、これはもう西麻布にもう30年ぐらい前からあるんで、はい、昔から西麻布にいる人は絶対知ってて、絶対締めはカオタンラーメン。カオタンを知らないのはモグリだからって言ってもいいぐらいぐらい有名なラーメン屋さん。あここね多分今カオタンラーメンを出してないでこれ終わってたら、はいはい、この番組モグリで終わってた危ないなってぐらい、はい、そのもう昔からあって、はい、まあ、屋台なんかプレハブみたいなラーメン屋さんなんですけど、すごいあっさりしてて美味しいですし、まあ、醤油もあるし塩もあるし、はい、ビールは缶ビールで出てきます。缶ビールで出てくる、うん、珍しいですね、はいって言ってシュッてあげる。あすごいですね、行ってみたいっていう感じのラーメン屋さん。カオタンラーメンは朝までやってるんで、昼からやってるし朝までやってるんで、まあ一回だからこう行ったことない人は一回カオタン行って、だからまあ普通の店舗に慣れてる人はちょっとカオタンのまあ歴史ある感じのレトロな感じは苦手かもしれない。いやちょっと上級すぎる。ちゃんと店舗っぽくはないんで、多分そうですね最初だと屋台を感覚でカオタンラーメンは行ってほしいな、うん、多分赤のれん入りみたいな感じですかね。そう、ね、赤のれんか鶴見入りの一回週一期のでアザラでずっと落ち着いて5行挟みで最後はカオタンかな。カオタン、ああのウオウオユはもう割と昼寄りの人だから。あ、昼寄り、ああ、なるほど。夜寄りじゃない。夜寄りじゃない。9時ぐらいに閉まっちゃう。あ、そうです、ご夫婦でやられていらっしゃる。ああ。でも、ウオユの担々麺は、本当雑誌とかにも載ってるぐらい美味しい。前行ったとこですか、担々麺って。あ、そう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 。ああ、うまかった。うまかった、これうまかったです。うまかった。そう、そこ塩ラーメンもあるんで。ああ。でね。これでね、もう絶対これちょっとラーメンの話になって、うん、これも絶対言おうと思ったんですけど、僕を鍋さんに連れてもらって、まあ、全部美味しかったですよ、他のも美味しかったですけど、もう記憶に焼き付いてる店があるんですよ。何何何三河屋。三河屋。これもね、ここの三河屋のね、塩ラーメンはね。塩ラーメン、え、三河屋塩ラーメンラーメン屋さんじゃない。ラーメン屋さんラーメン屋さんではないんですけど、その、麺串カツ屋さんじゃないですけど、もともとはなんかあの精肉店、ね、そうですよね、お肉屋さん、お肉屋さんだったところがあのまあお店を出されて、そこがコロッケとか、はい、メンチカツだったり、はい、あとまあとんかつだったり、そうですね、まあ、うん、揚げ物屋さんの定食屋さんになってるっていうね。ここのねメンチカツがねもうどぎも抜いてそんないやどぎもですよ。メンチカツのあの考え変わりましたもん。メンチカツの考え変わったの。メンチカツのこのなんか偏見みたいな、いや所詮メンチやろみたいな、いやいや何メンチ切ってんねんあったんですよ、ちょっと所詮メンチやろお前らみたいな、お前ごときがみたいなのがあったんですけど、もう全然もうすいませんすいませんでした確かに最初仕事終わって、はい、でまあ店でね店やってた時だから店で2人とも仮眠して、はい、じゃあ帰ろうかっていう時間帯がちょうどね11時半ぐらいだった。そうそうそうですね。で三河屋さんってすごい
特殊な店って言ったら変ですけど家族構成でやってらっしゃるお店で、はい、あの昼ランチしかやってないんですよ、はい、11時半から寝たき入れる1時から1時半ぐらいの間で終わっちゃうんですね、はい、実質だから2時間ぐらいしか空いてないお店で、で水曜土日祝日が定休、はい、だから週4ぐらいしかやってないお店なんですよ。あ、そうなんですか。そう、実質その1日2時間ぐらいしかやってない。だからまあオープン前から並んでるし、すごいですね。で それでね、すごい、あのでもここ、まあ、ミッキーもね業界の人になるんだったら、うん、三河屋は知ってた方がいいよって一回連れてたんで、もうでいやもう思ったでしょ、何が美味しいんすかって言われて、いやメンチカツがめっちゃうまいから食ってみ、ここのミックスカツ定食食ってみって、コロッケとかいっぱい入ってるね、うん、その時にもう本当最初ね、まあ言うてもメンチでしょみたいな対応だと思う。西アザムに稲妻が落ちるでしょ、バリーンって僕の頭の上のところにそうね、いやもう衝撃やった、わっ、ま、でも忘れられへん、あのうまさはもう、ね、こんなもう口なんかもう表現しきれないです、ごめんなさい、もうなんかこう油がどうとかとか、なんかコメントとかもするのもおこがましいぐらいに、僕がそれぐらいもうなんかもう一元の世界のうまさ、う、ね、うん、これはもうぜひ食べてほしい、みかん屋はぜひ、うん、あの足を運んで食べた方がいいお店。そうですね、できれば、そう、まあ、っていうところでね、今日もそろそろお時間になってきたんですけど、ね、すね、後半もほとんど飯の話しかしてないラーメンとラーメン屋さんと、ね、ね、メンチカツの話しかしてないですけど、ま、でもさ、もう11時半やし、はい、行く今日行こうよいや、あのここから歩いて15分ぐらいでしょ、うん、あんま歩くの好きじゃないですけど行くじゃあちょっとまあね、それも一緒に、ね、まあ写真などそうですね、 Facebook とかでも上げれればなと思うので行きましょうか、はい、また、いや、また今回はこれで、今回はこれで、ところで、はい、よろしくお願いします。また来週、はい、また来週待ってます